前半からですね。第28節のゲーム、まず立ち上がり前半の9分です。コーナー、那須川の左のコーナーから伊佐ですね。まあ、前半ここでが唯一こうちょっと得点の匂いがしたシーンでしたね。さあそしてこれがジョン・チュン軍と岩田が、まあ、でもつれたところで胸元を抑えてジョン・チュン軍、このまま前半21分で負傷交代ということになりました。代わりに入ったのは18番の斉藤です。0対0、我慢で終えた45分、そして後半の2分です。まあ、濡れたピッチ、そして前が空いたと見るやいやこうシュートですね、低い弾道の、これいいシュートでしたけどね、キーパー触ってるんですよね。この雨に濡れたピッチというのは選手、大分の選手は本当に全員意識してそういうボールを蹴ってましたね。そしてこれがゴールシーン、左の那須川から三平、まあ、これは本当理想通り、狙い通りの多分ゴールだったと思いますね。前田のためもいいですし、長い距離を走った那須川、いいクロスでしたね。そして前で伊佐が潰れてますしね。前半の、後半の53分でのゴール、三平3試合連続ゴールです。そしてその後後半の29分、74分です。これはね、まあ、少ないチャンスを非常によくね、ものにしましたよね。斉藤が後ろに下がりながらの折り返し、まあ、クロスも非常に良かったですし、これバックステップ踏んでるんで、かなりね、腹筋背筋が強くないと折り返せませんからね。その前の関戸がひょっとしたらそのままシュート打つのかなっていう雰囲気もありましたけれども、ここは下口、斉藤とつないでキュッと仲間が入っていきます。こういうところの、ね、嗅覚は、ね、いいですね。これで、ね、岡山少しこう盛り返しましたけど ね、 そしてここで藤本が、はい、後半の40分です。出て馬場がぐっと入ってきて、この間ですよね、このタイミングでこの一発は効きましたね。いや、しびれましたね、このシュートは。これ沢口の対応はどうなんですか。いや、もういたしかたない、若干遅れてるんですけど、まあ、どうでしょうね、あのタイミングで上げられてますからね。ただこのボールを決めるのはなかなか難しいんで、素晴らしいゴールでしたね。後藤祐介、19節松本戦以来の9試合ぶりのゴールです。ここね、また藤本が競り勝つんですよね、はい、で、丸谷のボール、また藤本が絡んでスルーして後藤、ボールに1回だけじゃなくて、やはりこう2回、3回、ね、動き出してますから、はい、これは守る方の岡山ディフェンスとしてもなかなかつきづらいですよね。これで3対1になりました。5分の間に後藤が2点、そしてこの浮き球のパス、これも藤本ですかね、今パス出したのは。そうですね、うん、藤本の左足、よくこの柔らかいパスをね、馬場も胸で非常にこうスピードが落ちないようなファーストコントロールをしてフィニッシュの形まで持ってね、落ち着いてゴールに流し込みましたね。この馬場には伊藤大輔がついていたんですが、最後もう足も出せなかったですね。